コウミエの行動が、機械すぎる。このアプリ隊に発表している生き物は、コウミエといい、年齢28歳、社会人エンジニアという、ある意味規格外のおじさんです。そしてこの年齢でひどい劇団を繰り出すことができます。これには、リスナーも呆れ顔です。この年で中学生並みの劇団をするのは彼くらいであり、配信中でもたびたび劇団をするという重症どっぷりです。お気づきの方はいると思いますが、劇団だけで1日くらい時間稼ぎをしています。また、彼は料理が信じられないほど壊滅的であり、なぜか完成されている品に隠し味を入れて、結局理想とはほど遠い料理に到達します。多分パンケーキに醤油をつけて食べる人は、このアホだけです。ここからも、彼は魅力的な配信者ではありますが、特に彼は、警察を撃つことに秀でています。彼は、一試合に必ずと言っていたが警察を撃ち、その度に、オーディエンスを沸かせる天才です。なお本人は警察を撃つごとに発狂しており、その度に机が撤退されています。ここからわかる通り、彼は優れた警察力と実況者力が備わっており、いかに彼が社会に戻れたかどうか考えてきます。しかし、そんな彼にも致命的な欠点があります。それが、奇跡的な頭の悪さです。彼は基本的に脳みそが小さく、ダチョウの脳みそより小さいかもしれません。そのため、記憶力が壊滅的です。一度ごどくした感じでさえ、見方を忘れており、その度に試した感じを見て、視聴者は忘れられます。なお、これが彼がごどくした感じリストであり、日本人かどうか疑わしいところです。また、彼は前述の通り28歳とは思えない妄想劇を繰り返し、このヘナチョコ報告臭く咲いたいたキモキの劇団症候群については解明の余地がありません。諦めてください。また、彼は脳年齢が著しく老いており、脳ノートでアプリでも、そのアホっぷりを遺憾なく発揮し、脳年齢79歳を叩き出し、ジジイであると証明した。なお彼にはジジイエという族がいるが、詳細は不明である。さらに彼は物覚えが悪く、理解するのに配信3回分かかる。そのため、リスナーから縛られの種を投げろと散々言われても、なぜか自分でその種を食べ自滅することである。そして発狂である。このように大抵自分が自滅して発狂するといった答えが大半であり彼の男性でもある。さらに彼は自尊心が強く、プライドの高い男です。しかし、カラオケ配信にて友人である菅野くんのうまさに絶望し、彼はズタズタに自尊心が傷つけられていました。こういった一面も彼にはあります。そしてこの顔である。それがアホみたいに愛され、奇跡的な頭の悪さを兼ね揃えた生き物、こう見えなのです。